章に続きまして、ペンギンの章を始めていきます。まずはこちらのプールで暮らしているペンギンたちのご紹介です。フーボルトペンギンという種類です。南米のチリやペルーなど、比較的暖かいところに生息をしているペンギンなんです。なので寒いのは苦手です。北海道の冬は寒いので、冬の間はお家の中でストーブをつけて生活をしているぐらいなんですよ。本日はいろいろな道具を準備しています。道具を使いながらペンギンたちのお話ししていきましょう。まずはこちらの飛び込み台です。魚を食べたら指のサインで飛び込んでもらいます。はい、じゃあ魚を食べて、はい、いいかな。じゃあ行ってみましょう。せーの、それいけ。いきませんね。まだ食べますか？あ、まだ食べたかったんですね。はい、じゃあいっぱい食べていきましょう。はい、いいかな。できますよ。勝手に行かないでくださいね。指のサインで行くんですよ。はい、じゃあ君はね、指のサインで行きましょうね。はい、じゃあ魚を食べたら、はい、行きましょう。せーの、どこ行くのかな。こっちですよ。はい、じゃあね、プールの方向いてくださいね。ちょっといなくなりましたね。ここでは飛び込んだ後のペンギンたちの泳ぎ方に注目していただきたかったんですが、泳いでるペンギンたくさんいますので、そちらご覧ください。さあ、ペンギンは鳥の仲間ですが、空を飛ぶことができません。その代わりに水中を泳ぐときには、空を飛んでいる鳥のように翼を羽ばたかせて泳ぎます。フーボルトペンギンの泳ぐ速さは時速 16km です。どれくらいの速さかと言いますと、オリンピックの水泳選手の倍くらいの速さで泳ぐことができるんですよ。はい、じゃあね、君は行ってみますか。行かなさそうですね。どうしますか。どうしますか。やりますか。はい、じゃあね、魚食べていきますよ。いらないのかな。はい、じゃあいいですか、次の種目行って。はい、じゃあね、次シーソー行ってみましょう。はい、ではシーソーやってくれるペンギンはいるかな。はい、頑張って。はい、シーソー上がりますよ。はい、こっちですよ。はい、いいですか。はい、上がってきてね。上がってきませんね。じゃあ反対側からでもいいですけれども。はい、じゃあやってみますか。はい、どうですか。お、惜しいですね。もうちょっと来れるかな。はい、頑張って。はい、じゃあね、シーソーはちょっと後にしたいと思います。じゃあ続いてこちら浮島行ってみましょう。ペンギンたちこう見えてバランス感覚がとてもいいので、揺れる橋を上手に渡ることができるんですね。はい、じゃあね、行ってみましょう。はい、頑張ってね。はい、行ってきてね。はい、誰でもいいですけれども。はい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 、全然行きませんね。じゃあ先ハードルやりますか。さあ、フーボルトペンギン自然界では岩場で生活をしていますので、このくらいの高さは簡単に飛び越えることができ、じゃあ低い方から順番に行ってみましょう。はいはい、ジャンプしてくださいね。避けたらダメですよ。ジャンプするんですよ。いいかな。はい、頑張って。はい、おー、いいですよ。はい、いいですね。最後どうかな。はいはい、頑張れ。はい、最後ね、これあと飛び越えるだけです。あー、ずるいですね。ちゃんとジャンプしてほしいんですけれども。じゃあ君も行ってみますか。はい、どっち側から飛びます？はい、じゃあね、こっち側にね、もう一回回ってきて、はい、じゃあね、行きましょう。はいはい、頑張って。はい、ちょっとここで決めましょうね、せっかくですからね。はい、どっちでもいいんですけれども。はい、どうですか。はい、お、いいですよ、頑張って。じゃあね、ハードルは今日ここまでにしておきたいと思います。じゃあ続いて滑り台行ってみましょう。はい、じゃあね、滑り台、階段登ってきてね。はい、頑張って。はい、こっちですよ。はい、そうです。はい、そのままね、上がってきましょう。はい、上がってきませんね。さあ、ちなみにこちらのペンギン、他のペンギンたちと体の模様が違うんですけれども、実は今年の2月に生まれたばかりのまだ子供のペンギンなんです。名前をハルキと言います。オスのペンギンですね。サファンゴルトペンギンは生まれて1年間は大人とは違う模様をしていますので、大人と子供を見分けるのはとても簡単です。体の大きさは生まれて2ヶ月もしますと大人と同じ大きさまで成長するんですよ。はい、ではね、まだやってない種目ありますね。じゃあ続いてこちらの高い飛び込み台行ってみましょう。じゃあこれもね、階段登ってきてくださいね。
はい、頑張ってね。やりませんか？噛まないようにね、痛いですからね。じゃあシーソーでもいいですよ。はい、シーソーもまだやってませんからね。はい、どうですか？違いますか？じゃあ浮島でもいいですよ。これもまだやってませんからね。はい、じゃあ頑張っていってきて。はい、はい、はい。首だけがね、一生懸命伸びてますけれども、これ渡るんですよ。わかりますか？はい、どうですか？もうやる気なくなっちゃいましたね。はい、じゃあ他のペンギンでもいいんですけども、誰かやる気あるペンギンいませんか？はい、ちょっとこのままだとショー終わりづらいんですけれども、なんか一個ね決めて終わりたいですね。はい、どれがいいですか？はい、じゃあね、そっちのねペンギンもねやる気出していきますよ。全然こっち見てませんけれどもね。はい、じゃあね、この最初の種目でもいいです。もう何でもいいですからね、一個なんかやってみましょうか。はい、いいですか？はい、じゃあね、子供の春樹がねずっとついてきてますけれどもね、君もなんかやってみましょうか。はい、頑張ってね。はい、登れるかな？もうやる気なくなっちゃいましたね。はい、さあではペンギンたちね、あと1種目なんか決めてもらいたいですね。はい、誰がどれやりますか？はい、じゃあ君でもいいですよ。はい、さあ今春樹の隣にいるのは春樹のお父さんのペンギンで、名前をチョキと言います。あ、そしてこちらのねペンギンがお母さんですね、はるちゃんですね。はい、さあではペンギンたちにあげている魚のご紹介ここでしておきます。こちらイカナゴという魚です。これを1日に1羽で 500g ほど食べます。食べるときには噛まずに丸飲みなんですね。はい、さあではもう周りにペンギンがいなくなってしまいましたので、最後集合だけしてペンギンのショー終わりたいと思います。はい、じゃあみんな集合、ショー終わりますからね。はい、ここまで集まってきてくださいね。はい、集合。はい、というわけでこれでペンギンのショーは終わりたいと思います。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。